ベニー・ゴルソン、ベニー・ゴルソン、ベニー・ゴールソン、1929年1月25日台、は、アメリカのジャズ・サクソフォン奏者並びに作曲家、編曲家である。本来テナー・サクソフォン奏者で、演奏家としては、ハードバップスタイルの合法な奏法を持ち味とするが、モダン・ジャズ界ではむしろ洗練された作曲、編曲の際で評価され、クイーン・シー・ジョーンズ、ジ,ジュ・フライス、 オリバー・ネルソンと並んで1950年代から1960年代にかけてのハードバップ最盛期における代表的なジャズ編曲者の一人と見られている。その優れた編曲はゴルソン・ハーモニーとまで称され、また作曲したナンバーの多くが現代まで演奏されるジャズスタンダードとなっている。ペンシルベニア州フィラデルフィアの高校在籍中から音楽活動を開始し、 ジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ジミー・ヒース、パーシー・ヒース、フィリー・ジョー・ジョーンズ、レッド・ロドニーなど、後に大成する多くのジャズ・ミュージシャンと交友を深めた。ハワード大学を卒業したゴルソンは、ブルムース、ジャクソンのリズムブルースバンドに参加し、このバンドに属していたピアニストのタッド・ダメロン、1917年から1965年から訓導を受け、 ダメロンは生前は歌唱評価されてはいたが、初期モダンジャズのビバップの分野において作曲家、編曲家としての重要な業績を残した人物である。1953年以降、ゴルソンはダメロンのバンドで働いたほか、著名なビブラ本奏者、ライオーネル・ハンプトンのビッグバンドや、デューク・エリントン楽団の名作奏者として知られるジョー・ホッチスのバンドで演奏して、経験を積んだ。 リズムブルースの人気サックス奏者、アール・ボスティックのバンドにも参加した時期がある。また一時はトランペッターでビバップの創始者の一人であるディジー・ガレスピーのビッグバンドに加わった。ハンプトンやガレスピーのバンドでは作・編曲者としても活動し、ビッグバンド向けのモダンな編曲スタイルを身につけている。この頃、1955年から1956年に作曲した。 ステーブルメイツ、スティーブルメイツ、ウィスパーノット、ウィスパーノットなどのナンバーは、早くから、ジャズ界の人気曲となっている。特に愛情を帯びた、バラード、ウィスパーノットは、リロイ・ジャクソの歌詞、レナード・フェザー作詞説もあるが誤りを得て、ジャズボーカリストにも好んで取り上げられる、ジャズスタンダードの歌曲となった。また、ハンプトンのバンドでは、ハードバップ期初期の天才的トランペッターである、 クリフォード・ブラウンとも交友を深めたが、その後ブラウンは1956年にわずか25歳で自動車事故死した。卓越した演奏家で高潔な人格者でもあったブラウンの死にゴルソンは深いショックを受けた。そこで彼はブラウンの追悼曲作曲を決意し、数週間にわたって苦心を重ねた末、クリフォードの思い出、アイリメンバー・クリフォードを完成させた。 この美しい旋律を持ったバラードは、1957年に、リー・モーガンのブルーノート版アルバム、リー・モーガンボリューム3で世に出て、以来広く演奏されるようになり、後に、ジョン・ヘンドリックスの歌詞によって歌曲化されるなどして、ゴルゾンの最も有名な作品になった。ジョン・ルイースが、ジャンゴ・ラインハルトを追悼して作曲した、ジャンゴ1954、1954と並んで、 ジャズミュージシャンを追悼した曲の中でもよく知られており、ソニー・ロリンズやキース・ジャレット・トリオ等、多くのミュージシャンに繰り返し演奏されるスタンダードとなっている。1957年には、初のリーダーアルバム、ニューヨーク・シーンをコンテンポラリー・レコードで録音。編曲センスを十分に発揮し、のネット、9人編成で、はるかに大規模なビッグバンドバりに、 厚みのあるサウンドを構成してみせた。翌1958年、ドラマーのアートブレイキーが率いるバンド、ジャズ・メッセンジャーズに参加。ここでもサックス演奏以上に作曲家、編曲家としての技量を示し、短い在籍期間に、ジャズ・メッセンジャーズ全体のスタイルに大きな影響を与えた。また、同バンドのピアニストであるボービー・ティモンズ、メッセンジャーズの大ヒット曲、 モーニンの作曲として知られるとともに、ジャズ・メッセンジャーズのレパートリーとなる曲を多く作曲した。この時期に作曲したナンバーからも、アロング・ケーム、ベティ、キラー・ジョー、ファイブ・スポット・アフター・ダークなど多くの曲がジャズ・スタンダードになっている。ゴルソンはジャズ・メッセンジャーズ脱退後の1959年から詩的な送風を持つトランペッター、アート・ファーマーとの相当バンド、 ジャズテッドジャズテッドを組み、入念な編曲を伴う宣伝されたハードバック演奏を行った。1962年のジャズテッド解散後しばらくして、ゴルソンはジャズの第一線から退き、主にスタジオミュージシャン及びオーケストレーションの分野で働いた。1960年代から1970年代にかけては、 鬼警部アイアンサイド、MASH などのテレビ番組用音楽の仕事に当たっていた。1970年代中期にゴルソンはジャズ界に復帰して活動を再開。1983年にはジャズデッドの再結成も行っている。以後は定期的にアルバムを発表し、2005年時点でも音楽活動を続けている。1995年には ナショナルエンデューメント・フォー・ザ・アーツのジャズマスター・アワードを受賞した。ゴルソンは2004年のスティーブン・スピルバーグ監督の映画ターミナルに重要な役柄ジャズプレイヤーのベニー・ゴルソンとして本人の名前で仮名を出演している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。